Hi everyone, it's Naomi. Welcome to Naomi Channel. 皆さんこんにちは、ナオミです。今日は英語で電話をするときに非常によく使う知っておかなければいけない電話英会話フレーズを10個ハイライトしていきたいと思います。以前 YouTube ショーツの方でもご紹介をした内容も含みますが、今回は詳しくご紹介をしていきたいと思います。それでは早速始めましょう。まず最初にご紹介をしたいのは、おかけ間違いではないですか?という英語。皆さんはどのように言うか分かりますでしょうか。かけ間違い、英語では何と言うかというと、I think you got the wrong number. I think you got the wrong number. I think, 思います。You got the wrong number. あなたが wrong number. Wrong というのは間違いという意味なので、間違った番号をあなたが持っていると思います。つまり、かけ間違いだと思いますという意味で使用します。I think you got the wrong number.ぜひ使ってみてください。次に知っておきたい電話英語フレーズは、すみません、かけ間違えましたと言いたい場合に使えるフレーズです。自分が電話番号をかけ間違えてしまった時に相手に言うこのフレーズ、これは英語で何と言うでしょうか。 I think I got the wrong number. Sorry. I think I got the wrong number. Sorry. と言って、私が間違えた番号を持っています。すみませんという直訳、つまりかけ間違えました、すみませんという意味のフレーズです。この場合は自分がかけ間違いをしてしまったので、最後に sorry などを付け加えて謝っておくのがグッドです。それでは次に知っておきたい電話英会話フレーズは、ちょっと保留にしてもいいですかというフレーズ。皆さんこれを英語で言えますでしょうか。保留って英語なんだっけ。これは英語で Can I put you on hold for a momentCan I put you on hold for a moment? または、Can I put you on hold for a second? Can I put you on hold for a second? On hold という英語表現は保留という意味です。For a moment というのはほんの少しだけ。For a second というのは同じ意味ですが、もう少しカジュアルな言い方となります。Can I put you on hold for a moment? ぜひ覚えてみてください。それでは次にご紹介をしたい電話英語フレーズは、なんか電波が悪くて言っていることが途切れていますよ、もう一度言ってくれますかという英語フレーズ。さて、これは英語でどのように言うでしょうか。 You are breaking up. Can you repeat what you just said? You are breaking up. Can you repeat what you just said? You're breaking up. Can you repeat what you just said? または You are breaking up. Can you say that againYou're breaking up. Can you say that again? というように英語では言います。電話の会話中に B 動詞プラス breaking up というと、電波が悪いなどの理由から相手の声が途切れ途切れに聞こえてしまうということを表現します。なので電話で話し相手が途切れ途切れに聞こえる場合は You're breaking up. You're breaking up. と言って相手に教えます。その後の Can you repeat what you just said? は今言ったことをもう一度おっしゃっていただけますかという意味のフレーズです。Can you say that again? というのはこのカジュアルな言い方で、もう一度言ってという意味のフレーズです。You are breaking up. Can you repeat what you just said? ぜひこれを機に覚えてみましょう。それでは次に使える電話英語フレーズは、スピーカーを、電話のスピーカー機能をオンにしてもいいですか?みんなで話しましょうという意味のフレーズ。よく誰かと電話中に部屋に他の人もいて、その人たちにもその電話の会話に参加してほしいっていう場合がありますよね。そのような時に相手にスピーカーをこうオンにするということに対しての許可を得たい場合に使用できるのが、これからご紹介をするフレーズ。 Let me put you on speaker so all of us can talk. Let me put you on speaker so all of us can talk. スピーカーをオンにさせてくれる、みんなで話そうという意味のフレーズです。誰かとの電話での会話中に、その通話をスピーカー機能で話すときに Put A on speaker と言って、 A とスピーカー機能で話すという意味となります。 So all of us can talk というのは、そうするとみんなで話せるからという意味のフレーズとなります。 Let me put you on speaker so all of us can talk。 ぜひご参考としてください。それでは次のフレーズ、エレベーターに乗るのでちょっと電波が途切れるかも、これは英語でどう言うでしょうか。よくありますよね。携帯で会話中にエレベーターに乗らなくてはいけないとき、ほとんどの場合は通話が途切れてしまいますが、ラッキーだと途切れずに話せることもあるというドキドキする瞬間。これは英語で、I am going into an elevator.
I might lose service. I'm going into an elevator. I might lose service. Go into an elevator. で、エレベーターに乗るという意味。Service というのは電話の話をしているときは電波という意味でよく使用される単語です。Lose service というのはこの場合は電波が切れるという意味の英語表現です。なので、エレベーターに乗るのでちょっと電波が切れるかもしれないという意味のフレーズとして使用します。I'm going into an elevator. I might lose service. I am going into an elevator. I might lose service. ぜひ使ってみてください。それでは次の使える電話英会話フレーズは、ほとんど聞こえないからもう少し大きな声で話していただけますか?と言いたいときに使える英語フレーズ。I can barely hear you. Do you mind speaking up a little?I can barely hear you. Do you mind speaking up a little? Barely という単語はほとんどないという意味で使用します。この場合は barely hear you なのでほとんど聞こえないという意味です。そして do you mind というのは何々してもらってよいですかという意味で speaking up a little. Speak up というのはもう少し大きな声を出すという英語表現なので speak up a little でもう少し大きな声で話してくださいという意味のフレーズとなります。Do you mind? の後の動詞は ing の動名詞になります。ほとんど聞こえていないので、もう少し大きな声で話してもらっても良いですか?という意味のフレーズです。I can barely hear you. Do you mind speaking up a little? ぜひ覚えて活用してみてください。そして次の英語フレーズは、ちょっとすぐかけ直しても良いは英語でどのように言うでしょうか?電話中すごくよく使う言葉ですよね。これは英語で、Let me give you a call right back. Let me give you a call right back. かけ直すという英語は call back と言います。call と back の間に right という単語を入れるとすぐにかけ直すという意味として使います。call right back. Let me A という表現は私に A をさせてくださいという意味。そして誰かに電話をするというのは英語で give A a call なのですぐかけ直させてというのは英語ではこのように Let me give you a call right back と言います。それでは次の電話英語フレーズは今ちょうど出るところ、後で折り返してもいいというフレーズ。さっきご紹介をしたかけ直すというフレーズ call back が使われています。今ちょうど出るところで英語で何と言うでしょうか I am running out the door. Do you mind if I give you a call back later today?I'm running out the door. Do you mind if I give your call back later today? 今ちょうど出るところというのを英語で I am running out the door と言ってドアから走って出るという感じで今急いで出るところという状況を表現することができます。この他にも I am about to step out という言い方もあるので一緒にご紹介をしておきますね。そして、Do you mind if I give you a call back later today? Do you mind A? は A をしてもよいですかという表現で何を If I give you a call back later today. 今日の後、今日の後ほどかけ直してもよいですかという意味です。I am running out the door. Do you mind if I give you a call back later today? こちらもぜひ覚えてみてください。それでは本日最後にご紹介をする電話英語フレーズはなんか途切れ途切れに聞こえるよ。電波悪いとは英語でどのように言うか皆さんわかりますでしょうか。この動画のね最初の方でも電波が悪い時のフレーズをご紹介しましたが、これはまた少し違う言い方となっています。You are cutting in and out. Do you have bad reception? You're cutting in and out. Do you have bad reception? 先ほど電波が悪いという表現でご紹介をした breaking up という表現の他に使えるのがこのcut in and out まさに文字通り途切れ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 という意味で You are cutting in and out と電話の会話上で言う場合はあなたの声が途切れ途切れ聞こえるという意味です。そしてその次のフレーズの Do you have bad reception? というのは先ほど電波というのは service という単語をよく使用するとお教えしましたがこの場合の reception は電話の会話上では電波とか受信などのような意味の単語となります。なので、bad reception で電波が悪いという意味。この Do you have bad reception で
あなたの電波は悪いですかという意味となります。You are cutting in and out. Do you have bad reception? ぜひご参考としてください。ということで、今日は10個の英語での電話の会話で知っておかなくてはいけない重要英語フレーズをご紹介しました。普段このチャンネルではこのような日常英会話やビジネス英語習得に役立つ実践的な知識やアメリカの映像や情報をお届けしていますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしていいねやコメントもお待ちしています。それでは皆さん、また来週。I'll see you next time. Bye!